ケイタさん、大阪の貴公子さん、カツさん、ドリーマーさん、鏡さん、こんばんは。お豆腐さん、流れ星、ありがとうございます。そう、お風呂上がり、友じいさん、こんばんは。初見じゃないでしょ。タオルリボの高弘さん、周健さん、慎太郎さん、部長さん、756さん、こんばんは。そう、ピンクね、珍しいよね。去年のチャリ T シャツだよ。そう、引きこもってた。昨日も今日も家から出てない、一歩も。マジで。KSK さん、こんばんは。金のだるま、ありがとうございます。たけさん、金のだるま、ありがとうございます。天使さん、こんばんは。流れ星、ありがとうございます。ケンさん、ヒロヒロヒロさん、バンフィーさん、こんばんは。ガウさん、ハート、ありがとうございます。いや、そう、マジで家から出てなくて、だからもうなんか何もしてないのにお風呂入ったみたいな。イージスさん、こんばんは。金、違う、ごめん。イージスさん、こんばんは。バンフィーさん、金のハート、ありがとうございます。ケンさん、金のだるま、ありがとうございます。イーストさん、ドラミンさん、こんばんは。違うよ、あのさ、24時間テレビのやつあるじゃん、あれだよ。これ早く作んなきゃ。ケンさん、流れ星、金の旗、ありがとうございます。ジュン君、こんばんは。イーストさん、金のだるま、ありがとうございます。バンフィーさん、紅茶、ありがとうございます。え、そう、すっぴんだよ。もう昨日も今日もずっとすっぴん、何もしてない、マジでやばいよね。マジでごめんなさい、こんな顔で出て。こんな顔で表に出てごめん、申し訳ない、ごめんなさい。はるかちゃん、はるかちゃん、マジ一生連絡取ってるね、うちらね、仲良きだから。ちょ待って、なんかさ、これさ、見たら、見本見たらさ、ここにはなんか鱗つけなくていいらしい。そりゃそうだよね、見えんもんね。やだー、ごめん、蹴り飛ばしました。くじちさん、こんばんは。あ、長袖で出かけちゃった。なるほどね、今日めちゃくちゃ暑かったみたいだよね。外がね、部屋の中も結構微妙に暑かった。結構微妙にってどっちやねんね。結構暑かったなって感じがします。オリゼさん、ソーリーさん、こんばんは。今日何時間、いや、それな、めっちゃ練習してんだよね、ずーっとね。本当に、え、違う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 、 LINE だから別に声は発してない。そうだから、発生したのは今が初かも。サトシオンさん、こんばんは。メッシさん、OKさん、こんばんは。そうだよ、ちょ待って、なんかしようとして、ちょ待って、いや、なんかしようとしてじゃなくて、ハサミ。あー、はやぶさ太郎さん、こんばんは。これ作ろう、早く。ってことは、明日の日中にラミネートとかしなきゃいけないから、明日はマジで外に出なきゃいけないんだ。本当に燃え尽き症候群、何にもしたくない。もう今日とかめちゃくちゃ寝たし、しかもなんか普通にさ、朝一発目起きる、昨日寝てから起きる時は、なんか結構寝たの。9時間くらい寝て、でそれで、なんだっけ、それで暇を持て余してたわけね、今日。相棒見ておもろくない、ツイート見た、見た人もいると思うんだけど、相棒を見て、それで何っけ、相棒見た後に、何かぼーっとしてたら、コナン、あ、違う、コナンじゃないや、しんちゃんが始まったの、クレヨンしんちゃん。そうで、あ、クレヨンしんちゃん見ようと思って、でクレヨンしんちゃん見て、で、ドラえもんは次だから、ドラえもんも見て。でも、めっちゃテレビ朝日にお世話になったわけよ、私。今日の夕方もずっとテレビ朝日、入り浸ってた。入り浸ってるのに。テレ朝に入り浸ってるっておもろいけど、そう、ずっと局が変わんないじゃん。
ずっとなんかテレビ朝日を見てて、それで、で、4時半からしんちゃんで、で30分やって、で、5時からドラえもんでしょ？で、5時半とかに終わるじゃん。あれ？合ってるよね。4時半からって5時にして5時。そう。で、30分くらい空くんよね、コナンまで。まあ、曲変わるけど。そう、コナンまで30分くらい空くからと思って、で、テレビつけっぱなしでゴロゴロしてたら寝落ちしちゃって、やばくない？普通に。そう、寝落ちして、そんだけ寝といてだよ。そう。で、気づいたら7時とかでもテレビとかもつけっぱなしで寝てるし、やばいよね。ほんでもう眠いの今。いや、マジ病気だと思うんだけどね、さすがに。やばすぎない？終わりです、終わり。こうができた、こう、ほら、かわいい。ディアさん、こんばんは。しんちゃんです。え、そうだよ、そうだよ、やばいよね。マオの時代はね、金曜の7時とかだったのに。あ、違うわ、ドラえもんが7時で、で、あの7時半からしんちゃんで、8時から M ステだったけど、変わっちゃったよね。しゅうがきさん、こんばんは。金の旗、ありがとうございます。いちたさん、こんばんは。え、久しぶり、もんかちゃん。え、元気？すごい久しぶりじゃん。ね、元気かなって思ってた。しがきさん、金のだるま、ハート、流れ星、ありがとうございます。あめちゃん、こんばんは。金のだるま、ありがとうございます。ももちさん、金のだるま、ありがとうございます。寝だめはできないけど、過去の寝不足を補うことができる。あ、そうなんだ。それ初めて聞いた。ちょ、待って、どこ行った？ひろひろしさん、こんばんは。金のだるま、ありがとうございます。ときさん、こんばんは。土日好きなだけ寝れるはずなのに、朝6時に目が覚める。あー、でもさ、それもいいな。認定員さん、こんばんは。元気じゃないよ、元気。あ、そうなの？元気じゃないの？どうした？大丈夫か？ガタジェイさん、こんばんは。金のだるま、ありがとうございます。桃太郎さん、こんばんは。756さん、優勝、ありがとうございます。優勝しような、みんな。何に。鹿野さん、こんばんは。どうした？しんどいか？しんどい時はしんどいって言っていいんだぞ。いや、本当にさ、ガチでさ、誰が見れんのっていう。なんか子供たちとかもさ、出かけてんじゃないっていう、その時間とかね。そんな夕方にさ、辛すぎて職場で先週号泣して早退させられた。あー、切ない。友明さん、こんばんは。いや、そうだよね、切ないよね。偉いよ、頑張ってて。マジでわかる、わかる。就職したんだねって感じ。トキさん、金のだるま、ありがとうございます。いや、本当にさ、大変だよね、社会に出るって。嫌だよね。私はさ、まあね、あの普通の社会に出たことはないけどさ、やっぱしんどいもん。普通に、普通にしんどいよね。どういうところにいても、やっぱりこうしんどいことはある。ひらがなたっくん、やけるさん、こんばんは。しんくらさん、こんばんは。金曜の11時アニメ、へー。アニメとかね、あんま見ないからね、私。じゅんはんさん、こんばんは。そう、あんま見ないっすね。なかなかこう
世界観に入り込めないっていうか、あのドラえもんとかしんちゃんとかもそれぐらいがちょうどいいですね。コナンとか、待って、就活終わったの報告しないまま消えたけど、え、うん、就活なんか就活どうしようみたいな話までは聞いてたよね多分。だけどその就活結果どうなったかとかは多分聞いてない気がする。こんなんも昔は月曜だった気がする。え、そうなの。マウは普通に土曜6時かも。トキさん紅茶ありがとうございます。今日群馬の実家に帰る途中、おじやのヘギそばで、お、美味しかった。でも暑かったから美味しかったんじゃない、冷たいヘギそばね。余計に。アルマジロさんこんばんは。紅茶ありがとうございます。 BPM188 さんこんばんは。あっとマナのカレーピッピシーヤケルさんおもろい。オカピーさんこんばんは。勤労コナン、コナンってさ、わかる、泣けるんよ。なんかね、愛が深くて泣ける、その登場人物の。慎太郎さんハートありがとうございます。ごめんな、いや全然、いや、こうしてまた戻ってきてくれたから嬉しいです。非常に元気かなってね、本当に最近思ってたのよ。響きユーフォニウムの新シーズン始まったか見られた。あー、吹奏楽のやつ。コキンさんこんばんは、ハートありがとうございます。エキスバの喉越しが染みました。お、よかった。昨日コナンの映画見てきた。お、いいねいいねいいね。いや本当にね、マジでよかったよね。マジでよかったっす、あの今回のコナン最高だった。もう一回見たいな、普通に。平時って感じだったもん。もう平時。私これ地味にずっと作ってるけどおもろい、ね。こういうとこマジ嫌い。この子なんかさ、ちょ重なるこの部分マジ嫌いだわ。ののもうののこことかおめんどくさいからこれ使うわ。米粒ってくらいに小さいんだけど、こんなんまだハサミで切れるレベルだったら全然いいですね。かわいい。桃太郎さん金の後ありがとうございます。映画100億突破素晴らしい。一応生きてるよかった。待って、まー、あ、ちゃんタン、マジでおもろい。タンって言われてるよみんな。 J だよ J。 マウマウタンみんな。前から返事こじだったけど好き。あ、そうなんだ。そうなのねえ、私さ、え、言ったっけ、え、言ったっけ、もうこれ送ろっかマジで。次のイベントで渡そっかマジで。もうこれこれもうこれ見て、これこれせっかく買ったのにさ。いや平時はいいよ、まだ平時1個だからいいけど、このなんかポストカードみたいなやつ見て、カズハ2枚3個買ってさ、平時とカズハしか出ないのやばくない。おい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 、両手に花みたいな、どうしよう。
しかも結構厳選して選んだにもかかわらず、これ今日は仕事、このゴールデンウィークは3日間仕事し、あら、そうなのか、終わったらちょっとゆっくりでもないってこと。痛いんですけど。そうだよ、しんどくなったらこっち来てね、本当に。ジーズさんこんばんは。新書あげよう。映画一回見た後リピートすることある、自分は気に、あー、うーん、一個あ、あ、でも一個とかじゃないかも、何回も見に行くやつあるけど、でも本当に内容がめっちゃ良くて行ったの最近だと、なんだろう、あれ行ったよ、あれ2回くらい見た、私の幸せな結婚のあの実写、あれ変なとこ来ちゃった、あのさ、目黒くんが出てたやつ、スノーマンのみおちゃん、今田みおちゃんと目黒蓮くんが出てたやつ、めっちゃ良くて、あれなんか私あの原作全然知らないんだけど、なんか映画で見て、なんか1回目は普通にたまたまいとこに誘われて行ったんだよね、いとこに見たいから行こうって言われて行って、良すぎて2回目一人で行った気するわ。あとなんか映画館で2回は見てないけど、あの配信とかされてるのあるじゃん、普通にアマプラとかさ、ネットフリとかそういうサブスク系でさ配信されてるのあるじゃん、ああいうので見たりとかはあるよ、2回目とか。映画館まで行ったのはそれぐらいかな、最近だと記憶にあるのはそれぐらいかな。いや、なじまるさんこんばんは。元幸さんこんばんは。まあまあ歌ん、あー、安室さんってマジで多いよね、ファン多いよね、引きすごいっしょ、逆にもみじちゃんもね、おもろいよね。天使たんグッドありがとうございます。ももちさんハートありがとうございます。みやさんこんばんは。ウォッカ大好きマンの僕はウォッカメイン映画、まだウォッカメイン映画なかなかあれじゃない、コアじゃないそれ。屋根より高い恋のぼり、レレ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 、歌詞全然じゃないレレ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 レ、恋のぼりとか弾かなかったな、季節の歌なのに。もう本当にしんどかったな、ピアノよくやったよね、本当に頑張ったと思うわ我ながら。だからよくさ、芸能人の人とかがさ、なんかテレビ番組の企画とかでさ、なんか何ヶ月間でピアノ習得しましたみたいな人とかいるけどさ、まあ、1曲とかだとしてもだよ、すごいなって思う、絶対できない自分、その弾けないところからっていうことね、弾けないところからみたいなのはマジですごい、センスある人だと思うよ。やばい、やばい、くっ、ちっちゃ丸、もうやだ、ちっちゃくてや。おもちさんハートいっぱいありがとうございます。わたこ、そう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 、てらさんこんばんは。ブルーロック、あ、サッカーのやつでしょ、あー、ドリンク
ングセットの特典とかあるやつあるよね、たまにね。ケンゴロウさん、アツヒロさん、こんばんは。あー、特典、なるほどね、入場特典みたいなやつか。羽鳥さん、君空さん、こんばんは。平次と新一どっちだい。私はキットが好きなの。キットキットが一番好き。エポックさん、こんばんは。経験なしで18歳からなかなかね、そう、本当にそうだし、最初の2年間とかだってほぼやってないに等しいから、4年で、人が4年でやるやつを、しかも経験者が4年でやるやつを未経験者が2年でやったみたいな感じ。山形かかしさん、こんばんは。マジおもろいよね。今ホが終わって楽天とあとリーだけ。あー、ピアノあんな真似して習ってみたけど全然好き。あるよね、あのこうゾーンに入れるのとさ入れないのってあるじゃん。やっぱ習い事とかもそうだけど、そう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 、そんなもんだよ。フィーリングだよね、何でも。仕事とかもそうじゃない？それこそね、なんか最初さ、やる前にさ結構いいかもと思ってやってみたけど、なんか思ったのとちょっと違うくてあれってなっちゃったとかさあるじゃん。だからなんかね、一回それって決めたら絶対それをやり続けなきゃいけないなんてこともないんだからさね、いろいろな可能性を見出してみるっていうのもありだよねって思うよ。ティンバレラさん、ハートありがとうございます。サンちゃん、こんばんは。鯉のぼりなのか子供の日だと。鯉のぼりだよ、子供の日だと1日しか使えないお金だって。マサトンさん、こんばんは。そう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 、ほんとそうなの。それしかないなんてことないからね、人生。そうよ、だしさ、向き不向きとかもあるじゃん、普通に。そんなのね、入職前に思い描いた通りの仕事だったことないそんなもんだよね、そんなもんだよ、マジで。鯉のぼり、映画とかね、見に行けばいいのか、一人で。今って何やってんだろう、コナン以外。あのキッドのアクスタマジ欲しかったな。チェックしてない私が悪いっすね、それに関しては。はい、はい、一応大学で学ぶ分野は職員してるけど、学ぶのと現場は全然違うと思った。ああ、なるほどね、確かにそうだよね、そういうこともあるよね。恋煩いの、あーあー、なんだっけ、名前忘れちゃった、あの主演の男の子、難しい名前、宮瀬劉備だっけ、くんだっけ、原なのかちゃんのやつ。彼女が初めて明るめな髪になってかわいいよ。え、マオモじゃん、褒めてよもっとめんどくせえ
めんどくせ私ブルームの、あそうそう、あの人元ミルクでしょ、佐野くんと同じグループだったでしょ多分。どういう順番にしよっかな、まあ無理やりじゃん、めっちゃ無理やりじゃん、うん、そう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 、なんかすごいあれだよね、あのハーフみたいな顔立ちだよね宮瀬くん。あと関西の子も出てるでしょ、関西の J の子出てるでしょ、 J の子名前わかんないけど、ああいうのも好き。あれも 見に行ってよ。あの、なんだっけ、あれ、もんかちゃんってなにわ男子好きだったっけ、あの、あれ、なんだっけ、あの、あ、忘れた、高橋くん出てたやつ。高橋恭平くん出てたやつ。もう全然覚えてない。いとこに連れて行かれたやつ。あれ、なんだったっけ、あ、ちぎらくん、ちょっと待って、その話したな。したよね、前。あ、西タクソスなんかキムタクみたいな子と思ってた。でも入った時髪色濃いって思って時間経ってたら嫌だか言わない。え、嬉しい、可愛いね、言って。違う違う、ちぎらくん。マイホームヒーローじゃない？言ってない言ってない。そんないっぱいが出てんだ。ごめん、ちょっと無知でごめんなさい。青春18かけ。あ、それあれだ、道枝くん出てるやつ。私道枝くんめっちゃ好き。本当にかっこいいよね。あの本当にもう美だと思う。美、美しい絵みたい。ちぎちゃん、そうそう。ね、待って。みんなの記憶力えぐくておもろいんだけど、マジで好き。みんなおもろいね。うん。そうそうそう。あ、テラさん、金のタコちゃん、ありがとうございます。そうそう、道枝くんってさ本当にかっこいい。いや24、え、そうだよ、24時間テレビの T シャツママが買ってきてくれた。なんかママってさ、私のママって毎年さ、なんかさ毎年さチャリ T シャツ買ってくるんだけど、なんでなんだろうか。でもね、去年はね、なにわ男子に釣られてたよママ。え、なにわ男子だ、あの、なんだっけあれ、あのパーソナリティ何これパーソナリティ何、そういうお仕事ってどういうこと。私もピンク持って、おそろ、あ、おそろテラさん、ありがとうございます。そう、しゅんさんこんばんは。え、そう、なんかママも面食いですから、私のママの仕事は24時間テレビに関係、え、全然違う、全然違います、あの全然、しかもなんか急に貼り付けようとしちゃった今さ、丸とかだけつけてたのいきなり貼り付けようとしちゃいました、気まずい、青にしてる。そう、あの普通になにわ男子に釣られてましたね。ママはね、大橋くんが好き。大橋くん可愛いよねって言ってた。なんかさ、すごいさ、にわかなんだよね。別になんかファンクラブに入ってとかじゃないので、コンサート行ってとかじゃないのよ、全然。にわか、顔ファンってやつですね。あ、やべ、まあまあまあとどうぞ切らす大丈夫、拒否じゃない。そう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 、そうよ、ママはスノーマンは今岩本くんが好きそう、こないだドラマやってて、もうマジで発狂してた、毎週毎週、やだどうしよう、あのマイヤンとやってたやつ、24時みたいな、やだーとか言って、嫉妬とか言ってガチおもろいよね。でもさ、別にさ、あの新潟とか来るじゃん、ときめっせとか、とかファンクラブとか入って行けばいいじゃんとか言ってんだけど、いやでも行く人いないかなとか言って、そんな言ってあげるよね、私が、私も道枝くんにアピールしよう
千枝くんって気まず、恥ずかしいわもうね、毎週もうさ、ヒヤヒヤしてた。でもなんかキスシーンとかなかったらしくて、よかったって言ってた何が良かったよね、本当に。なにわも今年ときめき、え、らしいよね。なんかさ、なにわたんの友達、なにわ好きな友達がさ言ってた、連絡してきたもん。なんか関西とかなんだけどさ、まあちゃん聞いてーとか今年なにわオーラスやねんけど爆笑とか言って、新潟行くわーって言ってた、来てーって言って、いないけどいないけど来てーって言ってた。え、実は仕事で24時間テレビの募金に少し携わってたんです。え、そうなんだ。募金してるよ、結構見つけたりしたらあるよね、募金スポットみたいな。合ってんのかこれ、ぼなんかしかも意味わかんないとこ始めちゃった。ぼ、コキンさんハートありがとう。ちょっと待って、何？リアバって何？私のリアバと時短の、あ、誕生日ね。リアルバースだよね。丸の中白くない？確かに青じゃね？ちょっと待って、普通にさ、ボンミスなんだけど。え、確かに。え、しかも貼っちゃった。ちょっと撮った。え、ありがとう、教えてくれて。うわ、まずい、ちょっと待って、青どこやったっけ。確かに確かに。え、ってことはさ、ノーも行かれてるやんこれ最悪すぎねえ、こんだけさやっといて、得意なんですとか言っといて、いや、違う、普通にさあれしたらさ青じゃねってことだよね多分ね。関西弁っていいな、マジで。関西弁ってさ羨ましい。普通に自分のさ方言がさ関西弁だったらさ、全然もう胸張って使ってるのにな。ちっちゃすぎて見えないんですけど、どこ行った？開いた。ありました。もうこんなんさ、マジで一歩間違えたらゴミだよね こんなんだったらくり抜けばよかったって話よな。あ、できたできた、ほらいいんじゃない。もうこんなんね、別に遠目から見てなんとかなってるから、なんでもいいから大丈夫。青で塗ればとか言って、萌え彼はオレンジ色って映画よかったよとか。あー、見た見た見た、面白かったよね。あれも発狂してた、ママも見に行ってたけど。ボイドさんこんばんは。ねえ、すごい、なんかときめっせのさ情報がいっぱいなんか流れてきてるから、何5月11から12。あ、そうなの。なんかさめっちゃ来るね。こないだあれも来てたじゃん、ジュニアのハイハイジェッツ。4月末めっちゃ来るやん。あ、そう、あ、ガオさん新衛隊6人目、ありがとうございます。ちょっとスクショ撮りまーす。あ、サチコデラックスさん教えて7人目、ありがとうございます。後で書きますからね、すいませんね。いや、私の卒コンなんてやらないから、無理無理。でもさ、もう脳もおかしいから見てこれ、最悪。赤、くっそくっそくっそ、ちょっと待って、赤
あれ見たかったんだよね。あのさ、ミッチーが出てたドラマ見てない。なんかうちに録画してあるらしいけど、もう絶対見ないよね。もうなんだっけ、なんか青春なんとかみたいなやつ。あの歌がさめっちゃ好きだった、あの主題歌。Baby, oh my darling, 君がいればなんだっけ、強くなれる。レレレレレレ、全然でしょ。レレレレレレ、あの時期の歌番組でめっちゃさいっぱいさ歌ってたよね。あれもう曲名あんま分かんないけど、ピビーン。そう、鯉のぼりでさ、そうそう、5匹ある。さっき村上さん花束ありがとうございます。見た方がいい、ガチマジ。あ、アイウィッシュっていうのか、もうええって。ファン的にはそうなのね。ハマったらね、いいかもだけどね。あのその曲好きってなってたらいいかもだけど。いいな、楽しそうだな普通に。ファンコンサートとか行ってみたいもん、絶対楽しいし。博士弥太郎さんこんばんは。なんかさ、でもさ、ちょっとさ知ってる曲いっぱいみたいな。だからあれ行ってみたい、めっちゃカウコン。あんなさ有名なやつしか歌わないじゃん、なんかカップリングとか歌わないじゃん基本。あれめっちゃ行ってみたいな、絶対楽しいもんね。あんなでもさ倍率えぐくない普通に。だってさシンプルに全グループのファンがさ応募するじゃん。あれさ絶対さ絶対当たんないね。楽しいよ、私ナンバー女だから、私と同行。行きたい。行こう、行こうよ。現場楽しい。いいな、行ってみたい。みんなさ、マウがさ、なんかさ、そういうオタクとかさ、しだしたらどうすんの？嫌なの？どういう感じ？気持ち的に。嫉妬みたいなの？お嬢さんながらとすん。確かに。ウケる。しれっとね。あ、何も思わないんだ。あ、別に特に何の感情もないんだ。人間だね、可愛いぜ。みんなめっちゃおもろい。あー、親近感がかも。なるほどね、ちょっと焼くんだ。そしたらかみんなあれで現場報告とか聞かなきゃいけないんだ私。いやでもダメだな、まあ多分止まんなくなるもん、そんなんしたら。好きになったらこういうタイプだから、もう良くも悪くも。だからもうね、絶対やばいと、もう止まんない。もうなんか全部行きたいとなるもん、絶対行けるなら全部行きたいとなる。ちょっと待って、赤の画用紙って余ってないです。なんでか黄緑が2枚も余ってるしね。なんで、むしろ押した子がイケメンなら押して。しかもうちわとかめっちゃ得意だから、まあ作るの。アクスタを食べ物に入れる、入れるって何、添えるじゃなくて、こうなんか食べ物、なんか例えばこれが食べ物だとしたら、こうとかじゃなくてってこと、こうってこと、それは大丈夫なの。てか普通に衛生面が気にならないのかが不思議。あ、慎太郎さん新衛隊はじめありがとうございます。スクショ撮ります。一緒にもしっぱ、作る、そんなの。私が分野違うけどオタクの同士として好きは難しい。あ、なるほどね。カズさんこんばんは。じゃあもしそういう推しみたいなのができたらみんなに言うわ。じゃあ私オタク始めましたってみんなに報告するね。なんか苦しくなる気がするんだよね、そんなのさしてたらさ。
そうアクスタとさ一緒に撮るのはいいんじゃない、普通にこうなんか一緒に持ったりとかね、いいと思いますよ。それ素敵じゃん、推し活。てかアクスタってさそういうためにあるみたいな感じしない？ちょ待って、あのさ脳の真ん中の丸が消えましたね。どこ行きました？あー、のりも落ちちゃった。ちょっとぷー、どうしよう。いやでも私ね、でも基本イケメン好きですから。そうだよ、基本イケメン好き。生粋の面食いだから、もうそんな胸を張っていることではないけれども、あーこれ、あえいけてんのこれ、あいけて、あいけてない。アラさんこんばんは。ちょっと待って、やばい、これさ取れないんじゃね時間経ちすぎて取れない説。ああ取れた、無理やり剥ぎました。あいけてるわ。こういうあの別にこういうのって正解ないですから、あのそれなりに見えてれば何でもいいんですよ、こういうの。とりあえずさ曲覚えるとか始めて、そんな。そうだよ、私だってもう初恋がキムタクだから、ね、完全にイケメン好きでしょ、もうそんなの。え、かわいい。アクスタをお酒に入れて写真撮る、何？それさ、それその後自分で飲むってこと？だからそれが嫌じゃないのか不思議なんだけど、私潔癖だから絶対無理そういうの。普通に自分が嫌って感じ。え、伝われ？あ、ついたんじゃない？いけた、できました。こう、あ、こうやってやったらいいんだ。墜落 JK？ 何それ。廃人教師レッスン楽しみ、へえ、ドラマ？ハイボールとかに沈めて写真撮ってんの、え、ウケる、すごいね。私は普通に無理です。あー、ジョッキの上わかる、あのケーピーじゃない、え、わかる、そう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 ね、せっかくのアクスタがさ汚くなるじゃんね。もし自分のアクスタとかそんな扱いされたら幻滅、いや幻滅っていうか別になんかそれで食べないとかだったらはってなる、その食べ物を無駄にしてるっていうところに関してはって思うけど、まあなんか別に気にならないで食べたりとかするならいいのかなって思うけど、なんかそのなんていうの、あのいいのかなっていうか、別に個人で楽しむ分にはいいと思うけど、なんかそれをだからさ写真に撮ってネットに上げちゃったりとかするのはちょっとどうかなって思うっていうか、なんてやばいんだろう、なんかさ意見が割れるってちょっと考えたら分かるくないって思っちゃうかな。なんかそれが一般的な使い方として浸透してるんだったらはまだしも、きっとそれは一般的ではないじゃんっていう。だしなんかあの前見たことあるのはなんかケーキ、誕生日ケーキとかに刺したいけどアクスタも汚れるし、あのケーキとかもあれだからって言って、あのアクスタの例えば、まあ、全身のアクスタがあるとして
あの下半分にラップを巻いてこう刺してこうデコレーションしてるみたいなのは見てて、それはさアクスタも汚れてないしケーキも別に普通じゃん、ラップだから頭いいなとは思った。だからでもそういうわけじゃないんでしょ一般化。いやでもさ女の子のオタクとかそんないなくない？見たことないよ。私さあのジャニオタの子の投稿とかみんなめっちゃ好きで、服とかめっちゃ可愛いし、みんな超美味しそうなのとか食べてるからさ、すごい普通に好きで見たりとかして、あのおすすめが結構そういうなんか女の子のオタクの投稿みたいなのいっぱい出てくるんだけど、そういうところでは流行ってないっぽいよ。それこそあのなんかそういうこういうところにこうやって乗せて乾杯みたいなのはよく見るけど、それ何？そんな品がないことしてる人は。あとはホテルのルームキーさす、あーあるね。推しのチェキさそうなの？でも確かにサイズちょうどいいね。キツネさんこんばんは。レインボースターと金のダルマありがとうございます。母ちゃんのおすすめ流れるように頑張ろうかね。ちょっとあの普通にアカウント教えてくれたらいいねしに行くよ。いいねすな。ちょっと見てこれ、こういのぼりほらいいじゃん、はいはいはい、おもてなしみたいになっちゃったほら。あーちょっと私の手が足りない、足の手が足りない、これじゃ足りません。超いいよね、ほらほら、あ、見えた見えた見えた。シンクレアさん可愛い、あれですよ。ほら、いやーできたー。色もいい感じ。赤がセンターです。違う、なんか別にそんなつもりじゃなかったんだけど、適当に貼ったらこうなっちゃいました。本当に送るよ、なんならそのために買い込まない。全然して。いいねするわ。七色のインコさんこんばんは。かわいいね、できた。これさ、だからこれをラミネートして、ラミネートの後ろをこうやってさ紐にくっつけて、こうやって明日の配信でこれやりたいね。やりますね。明日だから昼間どっか出かけなきゃいけない。あーんあーん出かけなしゃい。わかる、字体ね、かわいいよねこれね、字体が丸っこくてかわいい。あとはこの間作ったチューリップちゃん、かわいい、あーかわいい。全部全部僕のものだっけ、 TikTok、 かわいいね。外出たくないって言われてなんか心配な、いやなんか暑そうじゃん普通に、だから外出たくないなって。もう日傘が手放せない時期になってきたね。そうです、保育専攻最高でしょ、得意技。えでもさラミネートしないと多分さ折れちゃったりしてさ来年とか使えなくなるから。マッツンさんめっちゃ可愛い、ありがとう。七色のインコさん金のハートありがとうございます。そうそう、暑いのあんまり好きじゃない。ケントさんこんばんは。なんか汗かくのがさ好きじゃないんだよね私。顔は汗あんまかかないんだけど、ここなんていうの、首から下がめちゃくちゃ汗かくの、超汗かきなのね。だからあんまり出たくないんだけど、あこんな雲とかだってあるし、かわちあれだってね。てかさこれさ普通にさもうこんなんとかしてもよくない、ほら見て、ここにこうやって、え可愛くね、え可愛くね、見て見て見て、あめぐみなさんこんばんは。え超可愛い、保育園みたいな。
ね、保育園みたいな今日可愛いね。いいじゃんいいじゃん。慎太郎さん、金のだるまありがとうございます。え、インコさんおじいちゃんだったってどういうこと？七色のインコさんってこと？和弘さんこんばんは。ね、めっちゃ保育園だよね。そういやアイドルの頃顔に汗かかないから真面目にやってんのって言われて、え、そうなの、脱ぎましょうかって感じだった本当に。和弘さん、タコ坊主さんこんばんは。いやそうなの本当に、真面目にやってんのってびしょびしょだと思ってた本当に。あ、5月5日になった、子供の日、イエイイエイ。アルクさんこんばんは。子供の日も大人になっちゃったけれども、え、待って、めっちゃ可愛くないこれ、可愛い、天才ですね、センスある。後で私の面白い話を聞いてくだ、聞きます聞きます。エニョさんこんばんは。頑張りが、頑張りが見えないタイプって苦労するみたいね。4期のおっちゃん配信でうるせえでちょっと待って、でめっちゃおもろいんだけど、素質あるよ。え、あのなぎちゃんだっけ、え、その子、え、面白い、待って見に行ってみようかな配信。カズオくんこんばんは。エニョさん紅茶ありがとうございます。待って、めっちゃおもろい、素質ある。ちょっと待って、ルームフォローしよう後で。そうだよ、言ったれ言ったれ本当に、あのね、うるせえです、全部見てるわけじゃないのに口を出すんじゃないって話本当。それで押せないんだったらもうさ、あの見ないでくださいって感じなの、押し付けないで。そしてとんでもないことそう思って、あの一回オフにしてある。そう、ちょっと見るね。オレンジモンスターさんこんばんは。うわ、5チャンネルの書き換え、うわ5チャンネルとかまだあんのかってか、今5チャンネルなんだね、私の時は2チャンだったから。そうか、え、そうだよ本当にね、直接言えってんだそんなことはね、え、面と向かっても言えないくせに、そんな、ね、ネットでね態度でかい発言をしてさ、ずるいよね、卑怯だよね本当にさ。そんないい大人がさ、そんな若い子に向かって何をしてんのって本当、はあ、言ったれ言ったれ、そうですよ、直接言ってください、せめて言うんだったら受け止めますから。ねえ本当に、もうそんなんで気にしたら本当にキリないから、無駄無駄、かわいそうだなと思って見てるぐらいがちょうどいいよ本当。そういうのって暇なんだろうなって、やることないんだなってね、そんなさ人のあらばっかり探してねえ、よくないよね本当。ヒデさんハートありがとうございます。はるかちゃんの私の期待値がどんどん上がってるんだけど言われてますよ。てにゅうさん金のだるまありがとうございます。今日昨日かわいいのごめん、男の子ですか女の子ですか、ちょっと聞いていい、あんまり言いたくなかったら言わないでください。みやさんこんばんは。真面目にやってんのは直接、あ、そうそう、それはね直接言われた。私全然エゴサとかしないタイプで、人の評価とか結構どうでもいいタイプなんで、そうしないんですけど、握手会でね言われたことあって、顔に汗かかねえんだと思ってましたね。いや顔に汗かかないからさって言ったけど、その時はあ、そうなんだって言ってたけど、なんかしかもでもなんかそれって結構なんかガチな感じじゃなくて、なんかちょっとこう冗談交じりみたいな感じだったの。なんかワンワンって全然汗かいてないけど、なんか真面目にやってんのみたいな、で結構なんかそのノリ的な感じだったけど、はって思った普通に。女の子か
じゃあもう超可愛いね。男の子でもねあれだけど、女の子だったらメロメロだね。そっかー、いいな。ファビコさんこんばんは。スカーさんこんばんは。めっちゃいいな。なんかさ、私さ、でもさ、自分が出産するのって結構難しいから今のところなんかさ、ま、あの親戚とかにさ、こうちっちゃい子が生まれてくれないかなってずっと思ってるんだけどさ、ちょっと結構望みが薄いな結構希望薄めって感じ、うん、NGT 入れ、いやちょっと待って、やめなやめな、ちょちょ、難しいってさ、相手がいないから、その出産って一人じゃ無理じゃん、そういう意味でのっていう。歯医者お疲れ様、 T シャツ。そう、お風呂上がりなんです。さっきお風呂上がった。滝のように汗かいてるメンバー以外汗かいてるか分からない。いやそうだよね、ほんとそう。いやアイドルとか やるんだったらね、マジであのあれがいいよ、坂道とか入れときなちょっと生々しいね、生々しいね、本当に坂道とかにしようかなそうだよ、でもね、やりたいって言ったらいいと思いますよ、素敵なことだと思う。そう、完全勝利。確かに何年後それな、私もおばあちゃんなんだけど、まあ、待って、なんか変な虫いるわ。猫キモね、キモー、マジどっから入ったの、本当に気持ち悪い。ちょっと待って、みんなといるときにみんなの力を借りて対峙する。ちょ、本当に気持ち悪い、マジで無理。え、どこ行った、きっしょ、ちょっと待って、本当に嫌。虫ってなんでこんなにさ気持ち悪いんだろうか。いた、やばい、やばい、ごめん、めっちゃ揺れちゃった、頭で。ちょ、あ、キモい。でもさ、待って、これ届かなくなる前に行かなきゃ。はい、松さんこんばんは。ちょっと待って、水原のアカディさんこんばんは。ちょっと待って、本当にキモい。ちょっと待って、無理無理無理、キモい。うわー、キモい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 、あ、やばい、センシティブ、やばい、こんなことしちゃったやばい、すごいとこ映しちゃったよ、ごめんなさいはぁ、私の部屋に入ってきたのが悪い。はぁ、めっちゃおもろい。まっつんさん、親衛隊9人目ありがとうございます。ちょっとスクショ撮る地下アイドルのオタしてる人たちがめっちゃちょっと待って、オタしてる人がオタクのオタクってことごめん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 、なんか変なちっちゃい、こんな5ミリくらいなの気持ち悪いもし、衝撃映像だけど、ごめんなさい、ごめん、遊ばせ、強くなったよね、わかる。ちっちゃい虫なら自分でもいけるようになったけど、なんかこんなでっかいのは無理、こんなでっかいの出ることないけど、なんか頭痛くなってきた。なんだよ、寝すぎか。ごめんなさい、すいません。疲れちゃったね、多分寝すぎ、めっちゃ頭痛い。マサイトさんこんばんは。徳さんこんばんは。金のハートありがとうございます。マサイトさん HP ありがとうございます。明日は出かけて、出かけてっていうか買い物に行って、このラミネートを買ってくる、早く。なんか地元で買ったんだけど、でかすぎて持ってこれなかったんだよね。しかもあの、そろそろ本当にあの親衛隊のになってくれた方にさ向けたあの写真を撮んないといけないから、私何人目って、誰々さん何人目って、そう、 あのそういう画像はあのファンルームにあげますんで、お待ちください。絶対あげるから待っててね。昨日新潟市内から運転して夜中に帰ってきたから今日は一日中、お、ゆっくりできた。でも
中垣さん流れ星ありがとうございます。いいね、たまにはゆっくりするのも必要だよね。はい、ということでということで、終わろうかな。爪が伸びてきて嬉しい所存。まだちょっとあれだけど、でもなんか一回ボロボロになってさ、マジで、そう、健康な爪として伸ばすのにすごい時間かかった。早くネイルしたい。昨日、一昨日はるかちゃんにも報告したんだよ。ね、見てこれ爪めっちゃ綺麗になったよねってさ、はるかちゃんはあのボロボロの爪を見てるから、え、でも健康な爪が伸びてきましたねって言われた。マジ何をさ見せてんの、最初で本当にごめんね。いい感じ、早くネイルしたい。はるかちゃんのネイルめっちゃ可愛かったから羨ましいです。私もしたい。まいまつさんハートありがとうございます。お、ゴールデンウィーク関係なく仕事だったので明日からに、お疲れ様です。ゆっくり休んでね。はるかちゃんに何かプレゼント、まだまだまだ、そうするよ。でもこんな全然綺麗でも何でもない爪を見せびらかせてごめんなさいね。気を使わせて、それな、本当に本当にさ、はるかちゃんってさ気遣いができる子なんだよね。本当にね、3つも下に見えないの、うん、私より全然あの人ができてる、完成してる、気も利くし、そう。でもさ、なんかこうそんな気遣わないでってなるほどでもないとか、なんかこうさりげない気遣いができるっていうのが一番すごいと思うんだよね。ね、そうそう、さはるかちゃん大学生です。そろそろまあまあ、あ、そっか、もうそんな時期か。今5月、今日何日、なんだっけ、今日何日ですか。今日5月の4日、あ、日付変わって5日、本当あと1ヶ月くらいか。やばい、ちょっと待って、もう22歳、え、待って、22歳あと1ヶ月、あー最悪、にゃんにゃんだったのに。猫ちゃん、くっそー、もう終わりか、早いな。自分の誕生日は何でしょうか。お、そうなの、そっかそっか、いいね。じゃ、意外と近い、そんなに離れてないね、誕生日ね。ドリーマーさん、金のだるまありがとうございます。そう、3つ中高かぶってないんだよ。そうそう、小学校しかかぶって、あ、でも大学はもうまあね1年かぶったけどって感じ。猫耳ちゃん、23歳ってやばいよ、わかる、20代って本当にあって、まあ、もう23なんだけど、この間20歳になったばっかりな気がするんだけど。にゃんにゃんですわ、にゃんにゃん猫です。七色のインコさん、だるまありがとうございます。じゃあこれは TikTok、 これは TikTok です。よし、じゃあ終わろう。みんな遅くまでありがとう。あ、今日土曜日か、はい、ってことでね、ゴールデンウィークももう終わってしまいますが、
皆さんもゆっくり猫ミーム猫ミームね。マサイトさん、だるま、ありがとうございます。天使たん、グッド、ありがとうございます。神の声の、ありがとうね。カオさん、ラブレター、ありがとうございます。じゃあみんな、また明日、ありがとうございました。明日壁可愛くしてきます。見に来てね。バイバーイ。徳さん、ハートありがとう。久々で元気だった、ありがとう。こちらこそありがとう。博士太郎さん、ハートありがとうございます。無理しちゃダメだよ。またねー。